松下林氏は、高知県生まれの作曲家、ピアニスト。東京音楽大学、専属学園音楽大学非常勤講師。東京芸術大学音楽学部作曲家を経て、2009年に、同大学院修士家庭作曲専攻を終了。卒業時に、芸大同性会賞を受賞。2014年、東京音楽大学大学院修士、家庭伴奏家終了。 1995年、第37回全四国音楽コンクールピアノ部門、最優秀賞。第3回弥生の里ジュニア音楽、コンクールピアノ部門、第2位、合わせて、春日市教育長賞を受賞したほか、2007年、現代日本のオーケストラ音楽第31回演奏会、では、故、小松和彦式の東京フィルハーモニー交響楽団により、 公共的変容と論プルーが初演され、日本公共学振興財団の第29回、作曲賞を受賞。2008年、第5回北本ピアノコンクール大学院生、一般部門第1位、合わせて全部門より最優秀賞を受賞した。東京フィルハーモニー公共楽団トラベルのピアノ競争曲を共演。2010年、 第22回宝塚ベガ音楽コンクールピアノ部門第2位。2012年、総学堂日本歌曲コンクールの第19回作曲部門入選。2018年、ヤバ・下屋賞受賞。21世紀の吹奏楽、響き演にて、パシフィック序曲、ラメントなど、吹奏楽作品が取り上げられているほか、近年では、巡礼歌、 土雲伝説などのアンサンブル作品が全国各地で演奏されている。また、東京都立小山大高等学校ブラスバンド班はじめ、各地の吹奏楽団から移植を受け多くの作品を発表している。2011年に初ピアノソロリサイタルを行ったほか、2012年、日本コロンビアより僕が僕であるために小崎豊音ピアノをリリース。2014年には、 夢みそを松下林氏、ピアノソロアルバムをリリース。ありがとうございます。